ありがとうございます。かわいい、めっちゃかわいいです。ウインナーがハートになったり、卵焼きがハートになってたり、へぇー、旗も、アンジュの旗あるね。ね、いいね。これで旗フリフリしちゃいました。揃いました、イエーイ。私たちはモーニング娘。23さんとアンジュルムさんとジュースジュースさんの商品をいただきたいと思います。イエーイ。愛を込めてビッグラブサンドをいただきたいと思います。いただきます。美味しそう。めっちゃ美味しそうです。どうしよう、何からいこうかな。やっぱりトマトとハムとチーズのサンドからいきたいと思います。いただきます。大きなお口で。どうかな、いくらかな。うん、うん、中のあの具材もすごい美味しくて、めっちゃ美味しいです。かわいい、イエーイ。アジムさんの飲むべきべきカラフルドリンクです。これ綾乃ちゃんが直筆、なんか新しい、はい、すごい、ね、はい、うん、美味しい。ちょっとゼリーみたいなの、そう、ゼリーがね、いっぱい入っててね、すごい、かわいいね。めちゃめちゃカラフルで美味しいです。なんか爽やかそう、うん、うん、爽やか、ずっと飲める。また一生飲める。美味しいです。ジュースジュースさんのパンケーキ、パンケーキをいただきます。おっきい、結構おっきい、3段あるの贅沢だね。いただきます。素敵、うん、めっちゃ美味しい。美味しそう。これは甘いもの好きな人は絶対に大好きだし、なんかいろんなナッツとかアイスとかいろんな具材が乗ってるんですよ。だからもう最後まで楽しめる味となっています。モーニング娘。23さんの踊れモーニングカレーアップデイティッドです。では食べたいと思います。いただきます。いただきます。味？甘口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 ？お子さんまで食べれるような味付けなので、多分大人の方だったらまたこのチミスとか、ね、かけて食べたらより美味しくなるんじゃないかなと思いますし、うん、モーニングカレー踊りたくなっちゃう。モーニングカレー、モーニングカレー。おいしいでーす。しいジュースジュースさんの無邪気な顔で差し出すサイダーです。あー、おいしい。おいしい。なんか、うん、カシス、カシス、そうだね。あの、私カシスあんまりよく分かってなかったんですけど、うん、めっちゃおいしいです。サイダーみたいな、はい、アイス食べたの。アイス食べたよ。アイスにカシスあるよ。わぁ、え、何味？なんか見た目的にシャリシャリしてるのかなと思ったら、うん、結構滑らか。滑らか、はい、なんかもう一個いっちゃいそう。いいよ、いっちゃいなよ。かわいい。美味しいです。すごい、一番進んじゃうね。私これいただきます。じゃあこのアイスから食べちゃいますね。これはお茶の間が考案したちゃちゃっと食べられるたまやパフェということで、たまやだからこの花火のモナカ、うん、がメンバーカラーの花火のモナカが乗っかってて、かわいいです。素敵。あと見た目がね、めっちゃお茶の間っぽい色だなって思って、チョコミントだと思うんですけど、食べてみます。うん、チョコミントのさっぱりとクリームの甘さがめちゃくちゃ合います。なんかご飯に乗ってる、美味しそう。うん、美味しい。しっとりした感じのチョコブラウニーです。めちゃくちゃ甘くて美味しいです。こちらは椿ファクトリーが考案した秒で生き返るクレープ、椿からの愛を包んでです。
こちらはですね、食べるお花をつけてみたりだとか、あのリーダーの山岸りこちゃんが描いてくれた椿の花がついていたり、なんかすごくね、フルーツもこだわったので、すごく美味しく出来上がってるのかなって思います。いただきます。なんかね、甘すぎないし、でも甘さもあって、ちょうどいいバランスなのと、これは、本当にペロリと食べられちゃうくらい、すごく美味しいクレープになってるなって思います。こちらはビヨンズが考案した優しいソーダでーす。うん、両方ソーダになってて、めちゃめちゃさっぱりしています。あとこれはですね、あのビヨンズのシングルの夢さえ描けない夜空にはという曲をイメージしたドリンクらしいんですけど、ここ見てください。星形のね、かわいい、ここが入ってるんですよ。すごいこういうところもこだわっててすごいなと思いますし、甘すぎないので、なんか結構いろんな世代の方も飲みやすいドリンクになってるのかなと思います。ヨンズさんが考案した、明太バギーにおまかせあれです。おー、美味しそう。はい、そのイカの5つの丸はビヨンズさんのグループ名の O の文字と同じ5つの数になっていて、その、 あの真ん中のモナカはメンバーの小林ほのかさんの直筆 の、 あのビオちゃんとなっています。かわいい。すごい、しかもサラダもついているので、女性の方には人気なんじゃないかなって思います。あのすごいちょっとピリ辛なんですけど、クリームが濃厚なので、すごいどんな方でも食べていただけるような、ちょっと辛いのが苦手っていう方でも全然食べていただけるような味になってます。すごい美味しいです。そう、はい、こちらはお茶の間考案のわっちゃわちゃ抹茶ラテです。おお、まず名前が可愛いんですけど、いい見た目がこのホイップクリームの多さと、あのこのマシュマロのカラフルさがすごい映えだなと思いますし、写真で撮ったらすごい可愛いんだろうなって思うんですけど、食べてみ、飲んでみたいと思います。いただきます。じゃあせっかくなんでちょっとクリームも混ぜながら。なんか抹茶ラテが甘さ控えめなので、すごいこの上の甘いクリームとマシュマロとの相性がすごくいいですし、なんといってもこのお茶の間の王のロゴのモナカが可愛いんですよ。だからこう見た目でも楽しめるし、味もすごく美味しいので、ぜひ皆さん飲んでみてください。こちら椿が考えた、いきますよ、乾いた人にはソーダです。楽しい。すごいさっぱり、あのさっき小野田さんが食べたもう一つの商品が結構甘い感じの、だけどこうちょっとさっぱりした感じなんだ、ま、だったので、こっちもちょっとドリンクはさっぱりしたような感じで、グレープフルーツも入ってるので早速飲んでいきたいと思います。おしゃれ、色かわいい、なんかわいいね。いただきます。めちゃくちゃさっぱりしていて、あのすごい暑い日とかにも飲みたいなと思いますし、なんかすごいピンクグレープフルーツが初めて多分私ここで食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくてびっくりしました。もうどんな方にも飲んでいただけます。本当にぜひ飲んでみてください。めっちゃ美味しい。わっちゃわちゃ、クリームうま、アイスつけちゃおうと、アイス食べちゃおうと、わっちゃわちゃ、いただきます。うん、幸せ、おいしい、チョコミント、うまっ、ちゃわちゃしてる。ちょっとですね、これ本当に美味しい。皆さんぜひハローカフェに遊びに来てください。来てね、来てね。せーの、じゃん、 お茶の、うま、え、待って、私椿バクトリー、せーの、ゆめちゃんだ。あ、そうじゃん。マリー、マリー